今日からヴォーパルラビットでもやろうと思います。何ですかこれ。まあ、見てればわかります。本当は夢日記ハザードでもやろうかと思いましたが、うまく動かないのでやめました。ああそうですか。では早速スタートです。キャラクターセレクト。誰が強いのかわかりませんね。この子の名前腹筋ですか？多分耳だと思います。ではとりあえずルカちゃんにしましょう。何ダメですね。それはジョジョボブ。とりあえず頭筋でジャンプして X 得で攻撃するみたいです。めっちゃ指つりそうですね。そりゃ足はつらないと思いますよ。そういうことじゃないんですけど。では、お花を借りながら進んでいきます。パックンフラワーの足みたいですね。キラーみたいに突っ込んでくるやつもいます。よく切れましたね。たまたまです。このもたもたを見ればそれも納得できます。さて、同じように進んでいきます。最近 2D ゲームばかりですね。Z 軸がないので処理が楽です。ええ？さて、そんなに難しくはないですね。マリオと違って一撃でゲームオーバーでもないですしね。死なないと話すことありませんね。難儀なもんだ。最後の草を買ったら、次のステージです。シームレス買ってくらい切り替え早いですね。助かります。木の上に止まってる鳥は急降下爆撃をしてきます。甘い。これは剣王。とはいえスルーした方が楽です。一応このゲームは R18 らしいんですけど、今のところそんな予感は全くありませんね。青い空、白い雲、青々とした木々、そしてハツラツとした音楽、どれをとっても全年齢対象です。一定なまじ。あなただけは全年齢対象外ですけどね。さて、ずっとこんな感じで1年のボスまで進んでしまいました。いつもはポストアポカリプスってるゲームしかしてないので逆に新鮮です。初めてやったゲームは？メタルギアさんです。そりゃどうしようもないですわ。そしたら次のステージです。ここのステージでは鳥が水平爆撃してきます。急降下爆撃よりは当たらなそうですね。鳥に攻撃は当たりませんが鳥の攻撃も当たりません。近代戦見ていた。それでは普通に進みましょう。あ、普通に進んでください。で、コンティニューは3回までできるみたいですね。3回死んだらどうなるんですか？お手からニャンニャンです。は？というのは嘘で死んだことないのでわかりません。さて、また草を刈っていきます。もう草刈りまさおですね。そしたら次のステージです。ここでは、救星ちゃんが出てきます。しっかり首と胴体を切り離してあげましょう。やっと楽しくなってきましたね。救星ちゃんには直接射撃タイプと間接射撃タイプがあります。どちらかといえば間接射撃タイプが非常に脅威です。あひん？こう見ると被弾時に無敵時間ありそうですね。連撃食らって死ぬことはなさそうでよかったです。ほらお前も弓打ってないで死ぬんだよ。お前が死ね。最後の救星ちゃんを倒したら、もうボス戦です。一面のボス戦、でかい機戦です。本当にでかい機ですね、職人。あんですけど。はじめはわかりませんでしたが、どうやら目に攻撃判定があるみたいです。ああ、そうですか。敵の攻撃は根っこかく、それに果物です。果物は一応壊せますけど、リーチ短いので逃げた方がいいです。死にかけですしね。せっかくなので一回くらいは死んでおきます。ええ？ほっぺた。あ、めっちゃ静かに死んでいきました。そんなわけでトライ2です。あ、ん？即落ち2コマ。あとコンティニューは1回です。戻ってキーコンフィグいじろうか考えてますねこれは。やっぱり指つってた。ま、このボスまではこのままでいきましょう。さて、そろそろ倒します。攻略法は特にないです。ジャンプして目を切りつけましょう。一定、果物破壊は無理そうなので避けます。足元から出てくる根っこは磁気狙いと固定の2種類があります。ま、うろうろしていれば避けられます。さて、あとはそのくらいです。話すことなくなっちゃった。では中央までしか伸びてこないので反対側まで逃げれば大丈夫です。話すことなくなっちゃった。そんなわけで倒していきます。本当は普通で連撃みたいなのが出せるんですけど結局一回も使いませんでしたね。ああ、そうですか。それで最後か。そんなびっくりします？
引き渡った。これでクリアみたいですね。すると、自動的に次のステージに切り替わるみたいです。セーブされてるかわかりませんが一回戻りまして、オプションでキーコンフィグをいじりまして、ステージセレクトから2面に戻ります。ちゃんとセーブされてましたね。もう一回ルカちゃんで行きます。さて、今度は森の中に来たみたいです。一緒に踊らないでください。ここのステージはぴょんぴょんしてるやつがいっぱいいて嫌になります。カエルさんとか色々出てきますが、まあそれはいいでしょう。はぁ、あ、後ろからカエルさん来てますよ。あ。そんなわけで、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今回は21からですね。キャラクターは相変わらずルカちゃんでいきます。涙目ですね。それはジョジョゴブです。前にも同じこと言ってたような。ここはフッチ神父が一巡させた後の世界なのかもしれないですね。フッチ神父がなんか言ってるぞ。何今の。高速移動して切り裂いていました。これはシルバーチャリオック。今回ジョジョ好きなんですか？さっきの攻撃は移動しながらサブ攻撃を行うと出せます。まあなかなか使えませんが。さて、今回は森らしく、カエル役もなんかが出てきます。あと空をももんだみたいなのが飛んでます。かわいい。特に攻撃はしてきませんが殺せはします。弱肉強食ですね。この辺で一番強いのは雲の攻撃です。弾速も早めで避けにくいです。弱肉強食ですね。焼肉定食です。そしたら2位です。とはいえ、クリアできないのに先に進む意味はあまりありません。はぁ？コンティニューは2回までできますが、3回死んだら2位からやり直しです。たとえボス戦あと一撃まで行っても、3回死んだら2位からやり直しです。それは親切設計ですね。親切設計です。さて、この辺でキーボードがつかなくなってしまいました。半角英数字からひらがなになってしまいましたね、あはは。何わろ。ま、2位は特に見るものもないのでさっさと越します。そしたら2、3へ。ここはカッパの集落みたいです。オラ生首ぶちまけろ。お前が悪役だ。ここではカッパがええ？みたいなとこから無限に出てきます。こいつら土木技術持ってたんですね。実はこの家壊すことができますが気づくのは後のことです。その死に方はもう前回見ました。コンティニューしました。壊せることに気づきましたね。中にいる予備を倒したら完全に無力化できます。カッパには剣と石と槍タイプがありますが、石タイプが一番やりにくいです。ああそうですか。では、すべての家を取り壊していきます。壊す前にはあんなにたくさんいた敵はどこに入っていたんですかね。予備の一体が分裂し続けていたのかもしれません。大胸筋みたいなやつだ。さて、同じように全滅させます。なんかカッパにまつわるエピソードとかありません？話すことなくなっちゃった。そしたら次のステージです。ここは半分水没してます。ベネチアみたいなもんだと思えば綺麗ですが、起きたら即死です。ちょっとくらい泳いでくれてもいいんですのよ。でもカエルさんもそのまま落下してますし空気に色ついてるだけかもしれません。ガスでも溜まってんですかね。なんというか、この辺からちょっと難しくなってきた気がします。この次はもうボス戦ですが。では残りを片付けます。何も話しませんでしたが、彼女が2面のボス戦です。こんなの避けようがなくないですか？一面ボスの攻撃とはレベルが違います。とても勝てる気がしません。ちょっと暗い攻撃避けてもらっていいですか？やろうとはしてるんですけどね。あ、もう。あ。
そんなわけでリベンジ戦です。今何か見えたような。気のせいです。さっきまでの戦いから攻略法を割り出すことに成功しました。何ですか？とにかく接近してゴリ押しです。それしか知らんのか。この大きい水玉攻撃は初めてですね。攻撃しても壊れませんし近づけません。ああそうですか。ゴリゴリ押し押し。あ。それで、これ以上コンティニューできないとタイトル画面に戻されまして、これまでの進捗は0になります。そんなわけでまた1からですが、今回は完璧で究極のアイドルを使ってみます。普通にアイちゃんって呼んだらどうですか？で、なんだか攻撃がよくわかりません。あ、あなたの方がよくわかんないです。こんなとこで残機使ってたらクリアはまず無理です。なんというか、リーチ短くて機動力ある気がしますが使いにくいです。メインウェポンが背中かきです。遠目ではマリオに見えないこともないですよ。それはコンタクト入れた方がいいですね。さて、当然のごとくゲームオーバーになったので今度はミミちゃんを使ってみます。攻撃力は期待できそうですね。モンハンの体験くらいある見つきり包丁を使っています。振り向きにタメさん合わせていきましょう。これは私好みかもしれません。イエーイ。家を解体している。食材です。かぁ。でも、昔何かで松川餅のことを知った時は小麦の樹皮かじってましたよ。戦時中のエピソードかな。とはいえ戦線も崩壊した末期も末期じゃなきゃそんな状態にはならないと思いますけどね。戦中、人物商談。こんなの見たくないだろ。そしたらボス戦です。ミミちゃんは火力はありますが機動力はそんなにない気がします。手数稼げるルカちゃんの方がいいのでは？結局ルカちゃんでクリアしました。アヒン？さて、ボス戦の前にベネチアエリアで新しい死亡イベントを見つけました。丸焼きエンドです。美味しそう。ではそろそろクリアします。なんだかんだバランスのいいルカちゃんを使います。あのバランスのいい山本選手が？穴内にボコボコにされますね。とりあえずボスの元まで戻ります。一回でも死んだらやり直した方がいいと思います。またあったな、覚悟。敵は一度下に潜ってから右か左に出てきます。攻撃パターンはでかい球。小さい玉なんかがありますが全部近距離の方が避けやすいです。特に、自分の周りに小さい玉をぐるぐるさせるのはデレ行動です。3回くらい連続で引いてますけど。ついに運も向いてきました。小さい玉を3つ置く攻撃は、左右が斜め、中央が左右に飛んできます。まあ、近距離にいてぴょんぴょんしていたら大丈夫です。でかい水玉は適当に避けましょう。この弾幕攻撃が一番難敵です。誘導して前屈して避ければいいですが全て避けれたことは多分ないです。これでお渡し機だったら積んでましたね。絶対にやりませんことよ。さて、避けるのに夢中で気づきませんでしたが我彼の残り体力は絶対しています。そんなに余裕はないですけどね。あひん？雲行きが怪しくなってきました。これで最後だ。次のステージに進むので、ちょっとゲームオーバーイベントでも探しに行きましょう。そういえばこの九平ちゃんに殺されるとどうなるんですかね？なんで弱者タイプでダメ稼ごうとするんですかね？こうして見るとなかなか死ねません。お。普通に死ぬだけだった。では、貫かれてみるのはどうでしょう？やっぱり普通に死ぬだけだった。ゲームオーバーイベントは結構特殊なんですね。それでは、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にボーパルラビットにやっていきます。3面からです。ですが、どうやらまだ未完成で3面までしかないみたいなんですよね。どうしたもんですかね。更新が2013年で終わってたのでとてもアップデートは期待できません。それに、これ前作の続きみたいなんですよね。そっちやってからこっちやった方が良かったですね。そんなわけで斧を避けていきましょう。実はこれ、刃が下に落ちたらもう当たり判定ないみたいです。気づくのは、いつのことやら、本願寺。意味わかんないです。さ
反面は、これまでの2面と比べたらだいぶ難しくなってます。罠も敵も、わりかし本気で私を殺しにやってきます。むしろ3面までしか開発されてなくてよかったですね。この調子では5面くらいからドット単位の操作を要求されそうでした。なんだかんだ3人です。この火を吐いてくる一つのコウモリが無分割してきます。私は引きコウモリと呼んでいました。股間だけでつけてますよね。股間にも来ます。死ねばいいのに。3面でも救兵ちゃんは続投です。めんどくさい敵ばかりの中唯一の癒しです。攻撃食らってますよ。1回目はしそうです。順調に体力を減らしながら先に進みます。これ突破不可能では？隙間が全くないですね。ゴリ押ししろってことでしょうか。多分違うと思うんですけど。ママよ。知ってた。まあまだチャンスはありますし。さっさとやり直しまして。戻ってきました。どうやら、一番左に来たタイミングで下をくぐることにしたみたいです。あひん？間に合う気がしないですね。ま、それでも33までやってきました。ここはアスレチックコースって感じです。動く足場、針山、斧と盛りだくさんです。おうおう。お前が串刺しになれば丸く収まるのに。3面の中ではこのステージが一番難所だと思います。特に下の針山は一発でゲームオーバーです。ああそうですか。ま、私にはそんなもの通用しません。その前に死ぬのでね。なんだこいつ。戻ってきました。こっちの床は反対方向に動いているので勝手が違いますね。当たり前のこと言わないでください。危ねえ。向こうからやってくる斧に合わせてジャンプすれば避けやすい気がします。もうちょっと手前に斧があればよかったんですけどね。2Dゲームの宿命です。ちょっとここ難しすぎません。あ。関係ないとこで自爆するのはやめた方がいいですよ。あ。関係ないところで自爆するのはやめた方がいいと思いますよ。3回死んだのでやり直しです。うえー。真っ二つになっちゃった。ぐえー、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 ぐえー。死にすぎて回転になっちゃった。幾度かやり直した結果、この移動攻撃が最強という結論に達しました。おらこんな村エヴァー。それはよし行くぞ。移動攻撃中は無敵時間があって攻撃を無効化できます。だから、さっきまで無理ゲーだと思っていたここも突破できるんですね。普通にダメージ食らってたような。それではさっきの最高到達点まで戻りまして、今度は足場を移りながら斧を避けていきます。攻略法は一定のリズムでいくことですかね。命がけのメトロノームだ。そしたら3、4、道中最終ステージです。ここは正直一番簡単でした。動く床、この引きコウモリがいますが、そっちはまずないので安定して進めます。さっきから全然攻撃当たってないような。難しいものですね。87式自走対空砲でも持ってきてほしいものです。ガンタンクかな。そしたらちょっと進みまして、ここの弾幕をくぐり抜けたらボス戦です。最後だけあって大盤振る舞いですね。ボス戦はこれの日ではないです。まあ誰が来ようとぶっ倒してあげましょう。即落ちにコマ定期。あなたがここのエルフたちのボスね。そうだけど、人間の聖職者が何の用かしら。とぼけてもダメよ。教会から盗んだ封印の魔除けを返してもらうわよ。なるほど、封印の魔除けを取り戻しに来たってわけね。だけど、はいそうですかって簡単に返すわけにはいかないわね。それに魔除けはある人物の依頼で私たちが教会から持ち出したものだけど、もうすでに渡してしまってここにはもうないのよ。残念だったわね。そういえば砦の中に魔法生物やインプがいたけど、普段エルフがあんなの刺激するはずがないし、シルビーのとこにいたドラゴンとかともタイプが違うし、それもその黒幕のとこのものだとするとなるほど納得がいくわね。なかなか勘がいいじゃない。だけどここまで、お前はここで私がやっつけてやるわ。そんなわけでボス戦です。何言ってんのか意味わかりました。さあ、封印の魔除けとかシルビーとかって何のことなんですかね。あ。私の勝ちだな。こいつを地下の拷問室に運んで、二度と逆らう気が起きないようお仕置きしてやれ。
とても勝てる気はしませんが、ぼちぼちやっていきましょう。非常に隙が少なくてやりづらいですね。ああ、もうここからかよ。割と惜しいとこまではいけてましたけどね。それでは爆速でやり直しまして。超高速は鬼みたい。懐かしいですね。それではそろそろ倒しましょう。攻略の鍵は1にも2にもファイティングにも高速移動です。不純物入ってますよ。こいつで攻撃を避けながら接近したら通常攻撃を叩き込みまくります。だが敵の一撃の方がずっとダメ大きいので使おいは禁物です。いつもは連射してきますが、たまに一発ずつ攻撃するデレ構造があるのでチャンスです。あーっとなんでそれ追撃しないんだ。よくこんなんでクリアできましたね。まだ残機残ってたので結果は無駄なことできます。一面二面のボスと違ってめちゃくちゃ動き回りますね。ルカちゃんは多分遠距離の攻撃手段ないので空中では攻撃できません。PK サンダーでも撃ったらどうですか？スマブラじゃないんですよこれ。結構いい感じでこれてたと思いましたが、この辺りでは被弾しすぎて体力弱点してますね。たまには完封勝利とかしたらどうですか？あれ？負けてるんですけど。どうやら録画データ間違ってたみたいですね、あはは。やめちまえかす。さて、改めてぶっ倒しましょう。さっきのを見るに高速移動しても結構被弾は免れないですね。ゴリ押し気味に戦います。これじゃいつもと一緒じゃないですか。リーチも一発面単人です。意味がわかりません。リーチとタニアオとピンクですよ。そういうことじゃなくてですね。さて、敵の体力もなんだかんだ半分以下です。そんなに飛び跳ねててもちょっと延命するだけってことを教えてあげましょう。あらばた。よえ。さあ、封印の魔除けと黒幕の居場所を教えてもらうわ。さもなくばその首を飛ばしちゃうわよ。ひえー、封印の魔除けの剣の依頼主は東の森の深くに住んでいる魔女よ。彼女、いつも自分の研究室に引きこもって何かを調べているみたいだし、多分行けば会えるんじゃないかしら。まあ会ったところで封印の魔除けをおとなしく返してくれるとは思えないけど。なるほど、東の森の深くね。あの辺りは人里近くでは見られない凶暴なモンスターも多く生息してる辺りだけど、行ってみるしかなさそうね。そんなわけでクリアです。するとタイトルに戻されて、これ以上はないみたいですね。一応全クリなんでしょうか。では、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にヴォーパルラビットやっていきましょう。あれよ。ヴォーパルラビット2の、前作です。2は消化不良だったので。ああそうですか。で、こうして見ると2はかなり進化していたことがわかります。多分今 PSP やったら同じこと思うんでしょうね。あの頃は画面綺麗だと思っていました。さて、今作では2と違ってキーコンフィグができません。それに F4 でフルスクリーンにできるのですが、押すとパソコンがフリーズします。まあ10年以上前のゲームなので動くだけラッキーです。またクソ花をぶった切っていきます。さて、モモンガが空を飛んでいますが、こいつがとんでもないクソです。張り付かれてますね。私にもモモンガが張り付いてきてほしいです。ですがゲーム中では移動がランダムでクソ強敵です。後のステージでモモンガが群れを成してきた時は諦めようと思いました。まあ実際諦めたんですけどね。じゃあこれは何なんでしょう。おいおいですね。さて、そしたら第2面です。あーもう。もう食らいすぎです。いろんな方向に飛んでくるのですごいやりづらいです。それに、自分の攻撃範囲がよくわかりません。ああそうですか。では、2面も同じように進んでいきます。ボコボコですね。めっちゃむずいです。キーコンフィグできないので常に維持するゲージが 50% くらいあります。あなたくらいしかそんなゲージないと思うんですけど。そしたら3面です。ここがまあ無理ゲーです。大量のムササビが観光化爆撃を試みてきます。あ、何やってた？1体2体倒しても全く減りません。私はここを第38任務部隊と呼んでいました。第二次大戦中のアメリカ機動部隊ですか？あ、あと4機くらい控えてますよ。どうすんねんこれ。私は一つの結論に達しました。無能の私ではここを超えることは不可能であるということです。超えてるじゃないですか。このエリアで殺されてコンティニューした際、またさっきの
の米機動部隊エリアからやり直しなのです。一向に上達しない私の腕、細いクルモモンガ、そして大して良い結果の出ない私の研究。私は疲れてしまいました。3番目は関係ないんじゃないかな。神様、どうか難易度イージーへの変更を許してください。一生をこのゲームをイージーでしかクリアできないまんじゅうとして生きていくのだ。それでいいのか？人に鼻で笑われるようなことを努力と勘違いして自分に価値があると思い込んで、ネットで気持ち悪い自分語りをして自己顕示欲を満たすような人にはなりたくないのです。あなたの罪を許しましょう。帰ってきました。なんというか、世界が変わって見えますね。変わってんのはお前の頭だよ。爆速でさっきのとこまで戻ります。あれよ。なんでイージーで死んでるんですか？普通に難しいです。ではさっきのところまで戻りまして、この辺からだと思います。黄色い敵は近づきはしますがジャンプも何もないので楽勝です。順番待ちしてますね。おらっしにてやつから前に出ろ。ちなみにここを越えたらボス戦です。このくらいならノーマルでもいけそうですけど。ノーマルのボスは倒せる気がしません。どこにも何もいないじゃないですか。一定時間が経つと下から生えてきます。なんだこれ。ちり花カッコ狩りです。ポケモンですか？それが公式でちり花カッコ狩りです。自分の容姿についてキモ可愛いと思っているらしいです。キモい。攻撃は頭？みたいなところにしか通りません。攻撃はいろいろありますが、あの上から納豆としてくるやつは全行動です。あ、何やってた？別な日になってしまったのでやり直しましょう。帰ってきました。まずは中央で連打してれば一発入ります。そしたらあとはジャンプチップ切っていれば攻撃入ります。あなたにも攻撃入ってますよ。足元からい攻撃は回避できるか運任せです。たまたま空中にいればこのように回避できます。こんな風にゼロ入ってきたりもします。嫌だなぁ。ゼロにはタンパクと連射があります。当たれ。たまる式小銃かな。タンパクは3発しかないのでジャンプしてれば避けれますし、連射は2発すればいけます。当たったら諦めましょう。あれよ。最も避けにくいのはこの触手攻撃です。範囲が広すぎてとても避けられる気がしません。結構いいダメージしてますね。大体なんでゼロ入ってるんですかね。この草、昨日あの2回だったのです。この世界も大変ですね。お疲れ様です。今日はもうお休みになってください。永眠しちゃった。逃げのクリアです。では今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にボーサルラビットやっていきます。今回は2面からです。あーそうですか。前回もまあクソムズでしたが今回はもっとクソムズです。まず落ちたら即死です。それがこちら。そんなわけで進んでいきます。どんなわけなんですかね。一面前半は一番簡単です。しかし半ばを過ぎたあたりからクソモモンガが出てきます。こいつに空中で顔射されるとまず間違いなく下に落ちます。特殊なプレイやめろ。しかも蛇行してくるやつには攻撃が当たらないこともままあります。パパはないです。は？まま壊れちゃった。そしたら次の面です。ここで死んでも一番最初からやり直させられます。各面で無限コンティニューできるなら難しくてもまあやろうかなってなるんですけどね。クラクラクラドルかな。2面には救兵ちゃんがいっぱいいます。空中で弓に抜かれても落下しますが、モモンガに比べたら全然避けやすいです。ああそうですか。来るタイミングも分かってますずしおっし。思ってたより節に侵食されてました。よく使ってますよ。そしたらグダグダしながら救兵ちゃんゾーンを抜けまして、この辺のモモンガは運ゲーです。まあでも着地していたら大丈夫な気がします。救兵さんの頭を買ったら次のステージへ。この先で死んだらここから復活できます。死ねモモンガ。こいつらも復活してきますけどね。それになんというか無限脇な気がします。
ずっと同じところに立ってたら無限にやってきます。きえぇ、隙あらば発狂するな。さすが次元竜です。あ、下手くそがすぎる。でも、難易度イージーでは落ちても何回かは大丈夫です。体力ごっそり削られますが、上からもう一度降りられます。エイペックスみたいですね。ボンゲとかただ時間の無駄です。個人の価値観です。なんか死んでますね。コンティニューしてきました。だいたいこのくらいからですかね。早速捕まってますよ。言い忘れていましたが、モモンガミの横からやってくるやつが出てきます。蛇行しながらやってくるのですごい避けづらいです。私はこれを横岩ガラガラヘビと名付けていました。サイドワインダーですか？実はもう一度難易度ノーマルでやろうと思いまして、だいたいこのくらいまでは来れました。ここから先はどうしたんですか？気がついたらパソコンの電源が消えていました。泣いてやめたんですね。無能な私には絶対に無理です。今の見ればわかります。一旦起きたら次の面です。死ぬかと思いました。あんまり変わり映えしませんね。この草で煮込み料理できないですかね。あ、変わり者ではあった。上から来る武器をつけろ。この面では足場の際に旧兵ちゃんがいます。どうした？早く引き金を引けよ。ええー、ママよ。意外といけました。飛びながら切るのが良さげですね。お前も死ぬんだよ。無慈悲。さて、ずっと背景をゲロかなんかだと思っていましたが森だと気づきました。根でも腐ってんですか？いいえ、誰でも。さて、この辺から矢の中を駆け抜けていきます。もじもじ。早く引き金を引けよ。今。よく避けれましたね、それ。運が良かったです。この先ちょっとしたモモンガを避けたらまた救世ちゃんゾーンです。あったぜ。ノックバック食らって落ちていきました。もう次の攻撃は耐えられないですね。知ってるそばから食らってますけど。これが頭いってるリウムです。あと3体、救世ちゃんを倒したらボス戦です。ここで死ねばいいのに。この録画データがいってるということはおそらく突破できたのでしょう。できました。ああ、そうですか。ボス、妖精ちゃんです。生体じゃないんですね。妖精ではないです。まあとりあえず殺されておきます。体力ももうなかったですしね。ちなみにこの子はプイーチプラムっていうらしいです。妖精族の少女らしいです。妖精ってエアカッター使ってくるんですね。本人は無邪気ないたずらのつもりらしいです。ぶち殺すぞ。それも無邪気ないたずらですか？基本的に彼女は横回動しつつエアカッターを撃ってきます。避けにくいですね。ズタズタなんですけど。さて、コンティニューガレイになったのでオープニングからやり直しです。これがまあ心沈んでいきますね。だんだん心沈んでいく。さて、ぶっ倒す前にこれご覧になってください奥様。悪趣味な井戸端会議ですか？そしたらぶっ倒しましょう。まず開幕右によってちょっとダメージを稼ぎます。3発くらい殴ったら36点逃げるにしかずです。今は上空飛び回り攻撃してますね。ジャンプして攻撃しましょう。ゴブゴブって感じです。今度は横からエアカッターです。多分右の端っこアンチだと思いますが確信はありません。あ、死を覚悟しましたね。貯金を全て使い果たしてしまいました。同じように攻撃していれば倒せます。クリアー。さて、余韻に浸る間もなく3面です。今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にボーパルラビットやっていきましょう。今回は3面からですね。カッパはガンじゃなくてキュウリ飛ばしてきます。大変ですね。キュウリは一定距離を飛んだ後 U ターンして戻ってきます。U ターンキュウリラッチして U 級です。普通に直撃食らってますからモロ級では？こっちはモロ平野です。さて、カッパに殺されるとシリコ玉を抜かれて殺されます。それがこちら。あれ？どうやら内落ちしてデータないみたいですね、あはは。死ねばいいのに。それがこちら。
んまりアップにするとまた YouTube 君に怒られてしまいます。正直こんなのより100万倍有害な動画なんていっぱいあると思いますけどね。それについて考え始めたら全てが存在できなくなるのでやめましょう。何がゲーム実況だ、他人のふんどしで相撲を取ってるだけじゃないか。ほら始まった。何ですか今の。お使いの機器は正常です。お使いの機器は正常です。お使いの機器は正常です。お使いの機器。何やってるんですか。ちょっと展開を変えてみようかと思いました。別に一から動画作ればいいんじゃないですかね。確かに。さて、旧兵草旧兵のサンドイッチ高校をプラに来ましたら、そろそろ一年の課長です。今更ですけど、カッパには突撃モードと急に射撃モードがあります。なるべく突撃モードのうちに倒すことをおすすめします。キュウリはとても避けにくいです。ああ、そうですか。でも、このカッパと戦う機会はそんなにないです。草とか旧兵さんと比べたらですけどね。なんでですか。第3ステージでは次の面に中ボス戦が挟まるのです。色彩感覚が壊滅的な人が来ました。流れ者の格闘家アイアンクローちゃんです。フリッツ・フォン・エリックですか。めっちゃ強いプロレスラーですね。高い身体能力と格闘センスで両手両足の鉄爪で戦ってくるらしいです。今死にましたよね。どんな問題。さて、アイアンクローは飛び蹴り、地面移動蹴り、上空からの落下の3種の攻撃をしてきます。上空からの急降下は一番ダメ大きいですが、血だらけでデレ行動です。体力も大したことなさそうですね。さすがに中ボスって感じです。こっちが体力マックスなら負けることはないと思います。まあイージーだからだと思いますけど。さて、もうそろそろとどめです。おちゃん、ドザイモンが浮かんできたら次のステージに行けます。ここは強制スクロールです。本一番前で剣を振っていると安定する気がします。やるやん。このエリアで旧兵ちゃんとかカッパと接触すると高確率で下に落下します。多分ノーマルならそっちだと思います。多分まだ引きずってた。さて、この戦法は悪くないですが、普通にダメもらうときはもらいます。ほらね、下から来るぞ気をつけろ。この階段みたいなところが鬼門です。今回はたまたまうまくいけましたが、大体カッパに下に落とされます。それと下にいる旧兵ちゃんは信じられないくらい矢を飛ばしてきます。イングランド超旧兵みたい。ここからはクソハナゾーンです。紫のやつによく攻撃を食らいます。こんな風にですね、下手くそ。思いっきり前に出た方がいいかもしれません。さて、ここを越えると足場がすごい小さくなります。もうちいかわですね。しかし足場がちいかわということは、落下するところはデカキモということではないでしょうか。何言ってんだこいつ。ここから先では攻撃を受けたら、まず間違いなく落下します。特にいきなり登場するカッパが脅威です。ああ、そうですか。ほらね、絶対いらんことしましたね。ジャンプで乗り越えようと思ったんですけどね。体力ももうないです。これ突破できるんですかね。もう祈りながら見ることしかできません。早速食らってますが、ここからは矢のシャワーを乗り越えながら草を刈っていきます。できませんでしたね。爆速で戻ること山のごとし。戻ってきました。いつもはランダムに撃ってくるんですけど、こいつに限ってはちゃんと狙ってきます。で、これが3面のボス戦です。何言ってんですか。扉振ってます。あなた疲れてるのよ。3面のボスはちゃんと扉です。湖に浮かんでいる島に佇む怪しげな建物の門らしいです。怪しげな建物。凹凸が少ないので笑顔に見えないこともないです。あ、にっこり。お前が笑顔になるな。あと一つコンテナーが残っていたのでやり直しです。この外側から察するにうまくいかなかったんでしょうね。正解です。こっからかよ。今までの全てがパーです。パーなのはお前の頭だよ。ではさっきのところまで戻ります。爆速で気持ちいいですね。もう首切り ASMR です。ちなみになんですけど、リード2からタックルに7面くらいまでありそうです。このペースで難易度上がっていくなら厳しいかもしれないですね。さすがにイージーなので最後まで行きましょう。戻ってきました。突
扉は動かないので連射していれば大丈夫ですが、雑魚敵がいっぱいやってきます。2体以上敵がいるとだいぶきついので優先して倒しましょう。特に2ターン中に撃ってくるカッパがきつく多いです。ああそうですか。ジャンプすれば避けられますが、いい感じに救世ちゃんの足場があって頭をぶつけます。それ以前の問題のような。画面に4体も溜まってしまいました。これはもうダメかもわかりません。ボコボコですね。そんな時は扉のことは一旦忘れて救世ちゃんから片付けます。魚入ってますよ。よ。ここの救世ちゃんも脳みそ返ってるタイプです。追跡してや撃ってくるタイプですね。このくらいまで減らせたらまた扉を攻撃します。あっという間に敵補充されてますよ。バランスが難しいです。しかし体力ももう少ないのでどんどん逃げます。つまり、ゴリ押しです。お願いします。これが最後のコンチなのでクリアさせてください。お願いします。神にプレゼンスね。あと少しあと少し。これで最後だ。クリアー。さて、クリアしたのはいいですが4面の途中までついでに行ってしまったのでそこまで行きます。いつもはだいたい20秒くらいで殺されるんですけど今回はステージ1つ突破できてしまいました。上手くなってるかもしれないですね。それはないです。でも、下に落ちるところがないのでそこは良心的です。純平ちゃんも可愛く見えます。いや刺さってますよ。4面からはスライムが出てきます。もよもよしてますね。黄色いやつには攻撃通りません。触ると電撃食らいます。そしたらエリちゃんです。ここまでが一面かどうかはわかりませんけどね。それはそうですが、しばらく階段を降りたらまたスライムが出てきます。こいつらに捕まるとどうなるんですか？こうなります。どういう状況なんですかね。わかりませんがこれがこのステージの無念が湧くな気がします。無念はきっといですしね。意外と機動力もあります。あもう、さっき捕まったのにいたのでもういいですよ。下手くそなだけです。地面はさっさと駆け抜けないと囲まれてすぐ死にます。こんな風に。では、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にヴォーパルラビットやっていきましょう。今日は紙面の第2ステージからです。ここからスライムとの長い戦いが始まるのです。いちいち後ろに下がって処理するから長くなるのでは？そういう面もあります。スライムは前屈しながら迫ってくるのでこっちの当たり判定が届かないことがままあります。なので、段差の上に立って前屈した隙を攻撃するのが一番安定するのですね。急な説明っちょー。そしたら無限生成されているところに挑みます。早く挑んでください。はじめは何とか電撃させられないかと思いましたが無理っぽいです。ああもう死ね。結局ゴリ押しですね。とても処理できる速度に追いつきません。まあゆっくり行こまい。さて、でかいやつは3発決めば倒せます。無敵じゃないんですね。死んでくれるなんて素敵です。このもよもよしている緑は上段と中段に粘液を吐いてきます。上段は当たらないので中段を撃ったら接近して倒します。関係ない青に捕まってませんかね。冗談はおよし。さて、この黄色が乗ったも脅威です。地面でギリギリしてる時はマジで無敵です。なので移動中に攻撃しましょう。急な説明っちょうだ。ちなみにこういったでかい段差は最強です。スライムは登ってこれないので、最大ジャンプに合わせれば安全に枯れます。こいつらはどうやって外に出てるんですかね。ブロック経済のように完結しているのです。さて、第3ステージに参りました。ここから先で死んだらここからやり直しです。早く死ねよ。気長に待っててください。さて、第3ステージはこのように高低差のあるところを登り降りです。早く登ってください。そこを緑スライムが邪魔してくる感じですね。弾幕ゲーみたい。とてもノーダメで突破するのは不可能なので突っ込みます。あと1球あと1球。9回裏みたいに言うな。ここよく間に合いましたね。どうせ死ぬんで誤差です。戻ってきました。これまでは中段の弾が当たって上段の弾が当たらなかったので脳がバグりますね。勝手にバグっててください。そしたら飛んで勝って先に進みます。また震えてますね。
こいつ見ると毎回思うんですけど、電気は何って美味しいんですかね。ブヨブヨしてあんま美味しくないらしいです。ネットの情報など一人も信じられるか、私はアマゾンに飛ぶぞ。ありませんでした。それ通販の方ですよね。さて、ここのもよもよスライムたちは別に倒さなくてもいいですが、一応倒します。ひどい。これまで散々ダメ食らった借りを返します。満足したので先に進みます。ユーバスタード、一気殺し忘れがいました。無限湧きエリアを突破して、いっぱいの緑をスルーしまして、あ、スルーしてください。ボロボロになりながらも脱出しましたら次のステージです。お出迎えしてくれてますね。第4ステージも前の面とそこまで変わりません。そのため話すこともありません。なんかひねり出してほら。最近ろくに英語も話せませんが、留学生のチューターすることになったんですけど、うちから出ないので彼らの方が普通に待ちに詳しかったです。ロコすぎる。そしたらでかいモニモニを片付けて先に進みます。お容疑よく並んでますね。いまいちタイミングわかんないです。そろそろ掴んでください。またでかいのを片付けながら先に進みます。もはや遅延行為です。ゴリ押しの方が良かったかもしれません。あ、久しぶりに見ました。捕まるとレバガチャ要求されます。なかなか厳しいものがありますね。この大量のスライムを片付けたらもうソロボス戦です。もたもた、テンポ悪いですね。ちなみにボス戦はこの50倍テンポ悪いです。この先のウィニングロードを駆け抜けたらボス戦です。まだそれなりに障壁はありますけど、とことんテンポ悪いですね。そんな私にも簡単にテンポを良くする方法があります。4倍速と言おうとしたらボス戦です。何ですかこれ。4面ボス、触手戦です。足場を行き来しながら目玉のついた触手を攻撃します。目玉のない触手には攻撃通りませんし、自分の攻撃範囲に目玉触手が来るかもわかりません。来ても攻撃しかしてますよ。音楽はいいのでそれが低いですね。あ、何やってた。さて、あとはすごい安定する方法でボスを撃破しましょう。何ですか。左右どちらかに立って、目の前に目玉触手が来るのを祈ります。目の前に来なかったらそのターンは我慢するだけです。これはクソテンポですわ。攻撃はスライム、目のない触手、そして粘液飛ばしてくる触手です。特に粘液触手が最も脅威です。タイミング覚えるしかないです。それとは別に多分触手に倒されたら死亡シーンあると思うので、ボス倒したら探しに行きます。あ、そうですか。それと下の水に落ちると大ダメージをもらいます。まあ触手が生えてくるところが下昇はね。今こんなに待ってこのチャンス1回ですか。仮というのは待つということなのです。狩られてますよ今。左打った時粘液ならジャンプしないと避けれませんが、スライムだとジャンプしたら食らいます。今の連撃は避けるの不可能です。処理しない限り無限にスライムは溜まっていきます。これで処理を期して倒せたりしないですかね。倒されるのはあなたのパソコンでは。確かに。やっと攻撃の機会が来ました。見られても3発ですね。先は長いです。かといってこの大量のスライムの元へ行く気はしないですね。意外と歓迎してくれるかもしれませんよ。ウェルカムスライムですね。お前は死ぬ。やっと攻撃できます。あと3分の2くらいですよ。味気なく、情緒がない。3分の2だった。面で出てきてくれたのはバクアドです。やっと出てきてくれました。いつの間にかこっちの体力も半分くらいです。端っこは安定しますがギリヒンです。でもここ何と5回連続で出てきてくれました。剣も我々に味方してくれています。それではもうそろそろこいつともお別れです。ではサラダバー。クリア。お次も続きみたいですね。まあ、ちょっとだけ進んでみましょうか。あ、
今日も元気にボーパルラビットやっていきましょう。今回は5面からです。5面は敵は大したことないですね。アスレチックステージです。藤波のファンですか？オークランドアスレチックスじゃないです。肩上げですか？ポテトチップスでもないです。ちょっと無理ありましたね。さて、ボーパルラビットにでも出てきたリザードマンの首を買ったら先に進みます。これが内首獄門同好会ですか？斧はどうやら地面についているときは当たり判定前みたいです。なので何も上がるまで待つ必要はなかったみたいですね。あはは、前提を疑いましょう。そしたら場違いスライムを倒して中継ちゃんを倒して先に進みます。第1ステージはクソ簡単です。わこのトゲトゲに刺さると大ダメージです。1回までしか耐えられません。私のガバガバキャラコンでは吸い込まれるように針に吸い込まれていきます。その曲言えります？そんなわけで第2ステージにやってきました。ここから先は基本下にトゲが生えてます。ああそうですか。なので落ちればほぼ死です。というかやり直した方がいいです。第2ステージでコンティニューしても最初からやり直しですからね。なるほど。ここは上からも行けますし下からも行けます。一旦上に上がって敵を倒します。今いらんことしましたね。トゲに刺さる以外は誤差です。誤差。今さらですが、リザードマンは距離を取ってから攻撃してきます。なので待ってから突っ込んで仕留めましょう。これがウルフパック戦術ですか。さて、ここからはトゲの上を謎の力で移動する足場の上を渡っていきます。スイ。しかも、足場から足場に飛び移らなければなりません。スイスイ。普通にタイミング難しいです。なので、目でもつむって飛び降りましょう。運任せすな。ここはそんな運任せが3連続であるので嫌気がさします。でもここを突破したらもう第2ステージは突破したも同然です。もっと言えばボス戦をクリアしたも当然です。言い過ぎでは。なんとか超えられました。飛び石をぴょんぴょんしたら第2ステージは終わりです。動かない天秤など敵ではありません。そしたら第3ステージです。ここは強制スクロールです。懐かしいですね。スクロールしながら天秤に飛び移らなければならないのでチャンスは1回のみです。積分してやりましょう。面積が出てきちまう。さて、別に関係ないですけど数学できる人はすごいと思います。私とは脳の構造が違うんでしょうね。本当に関係なかった。ここから先の天秤は上下に移動します。左右に移動するよりはずっと簡単です。落ちればいいのに。落ちたデータなどすでに消去済みよう。スタンド使いみたいなやつが来たぞ。ま、ここで死んでも第3ステージからやり直せるので残機一つくらいは使っていい気がします。ロイ、いっぱい斧が降ってきてますよ。前の斧が下に降りた時に移動すればいいだけなので簡単です。俺を切りたくば感覚をランダムにするくらいはするんだな。苗落ちポイントが増えるだけなんじゃないかな。まあそういう面もあります。さて、この横移動天秤に飛び移れたらもう佳境です。一応上にもつららがありますが、まず当たらないので見なくて大丈夫です。ここクソいやらしいです。ジャンプしたら頭をぶつけて下に落ちるようになってます。経験ありそうですね。ないとは言えないです。ここから一番簡単な罠です。飛び石の上につららが置いてあります。サービスシーンですね。死んでください。よなシーン見ようとすんな。最後の天秤に乗ったら、ステージ3もおしまいです。めっちゃ慎重ですね。ここで落ちるわけにはいかないのです。ステージ4にやってきました。先ほどまでとは逆方向、天井にびっしり生えてます。困りましたね。正直駆け抜けた方がダメージ少ないと思います。ですがまあビビって慎重に行きます。スタイリッシュのかけらもないぞ。ゆっくり行こまい。でもつららは別にそんなにダメないみたいです。多少食らっても問題はないです。なんでこんなビビってんですか。こんなに細いトゲであのダメージならつららなんてとんでもねえと思ってました。あ、奇跡が起きましたね。ノックバックで帰ってこれたのは初めてです。あ、何やってた。こら、攻撃受けてるうちは別な攻撃はダメないみたいですよ。なんだこいつ。さて、ここからは駆け抜ける必要があります。夜にかけるでも歌っててください。沈むように溶けていくように、二人だけの空が広がる夜に、騒がしい日々に笑えない日々に。いきなり詐欺に行くな。さて、ここを越えたらボス戦です。あ、
何やってんだこいつ。私は何を見たんでしょうか。気のせいです。ごめんボス、トロアミ何してんです。旧兵ちゃんやリザードマンたちの給食係らしいです。美味しそう。彼女のヴォーパルラビット2では操作キャラでした。持ってる包丁はデバスターというらしいです。対抗してでハビランドモスキートでも使えますか。イギリスの木製爆撃機かな。さて、あっという間に瀕死です。私が。下手すぎる。あ、今までで一番エグい殺され方かもしれません。あ、リプレイ見てるみてえだ。あ、このボスめっちゃパターンありますね。もう残機がない。そんなわけでやり直します。で、関係ないですができる限り死亡パターン見つけて最後につけておくことにしました。好きにしてください。戻ってきました。攻撃は回転斬り、切り込みと包丁ブーメランです。包丁ブーメランにはジャンプして撃つのと地上から撃つのの2種類があります。ブーメラン後には大きな隙があるのでそこを狙って攻撃しましょう。というかそのくらいしか攻撃チャンスわかりませんでした。体力は少なめなのでゴリ押しすれば倒せます。肉を切らせて骨を切るのです。回転攻撃中は攻撃は使えます。とても攻撃はできません。あ、そうですか。この切り込みは無理ゲーです。と思ってたんですけど、今見ると予備動作でジャンプしてました。視野角30度ですか？ライオンと一緒です。回転斬りを避けたら、一過性に攻撃します。それでは、サラダバー。クリアー。次回作で出てくるのに首はめちゃって大丈夫なんですかね。とまあ、こんなところですかね。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にヴォーパルラビットやっていきましょう。今回は6面からです。森、森、森の都です。仙台かな？でもこれ見た感じ1面と2面と同じですね。さっきまでの後ろ超える必要ありました？結果論やめろ。さて、6面からはドラゴンが出てきます。どう見てもコモドオオトカゲです。一匹くらいもらっても、バレないか。家燃えてますよ。さて、コモドオオトカゲはこちらを狙って火を吐いてきます。なので、一回誘導してから処理します。あ、そうですか。で、両体ドラゴンもしっかり狙って火を吐いてきます。特に後ろから狙われると回避が非常に難しいです。あ、もう。普通に正面から食らってますけど。これがクラクネクラドリです。さて、ここのトカゲさん連星を倒したら第1ステージはおしまいです。甘い。どう見ても当たってません。弾幕はブレイズするものです。さて、第2ステージは急に左右でなく上下になります。悪いな伸びた。このフロアは縦伸びなんだ。あれ全部五七五だと思ってました。さて、ここは容易に足を踏み外しえますがそれはおすすめできません。というのも、倒した敵でも画面外に1と復活しているからです。なので、例えば今一番下まで落ちると全てやり直しです。落ちろ落ちろ落ちろ。この世界線ではそうもいかなかったみたいです。残念です。さて、赤に3体救世ちゃんを倒したらステージ2も超えられます。彼女との長い付き合いでしたね。どうせまだ出てくるので大丈夫です。なんなら次回作でも出てきます。時をかける救助ですね。そんなわけで第3ステージにやってきました。ここはとってもシンプルです。クソ花見ミドラオオトカゲ。一行でまとめちゃった。結構敵もいますがまあ死ぬことはないです。死ねばいいのに。いい？
それはシャーデンフロイデよ。最近ザ・シンプソンズでも見ました？私はサウスパークの方が好きです。特にケニーが好きです。ああ、そうですか。さて、3年コモドオオトカゲを超えたら久しぶりに黄色い花がやってきます。お久しぶりですね。こいつはジャンプしないので殺しやすくていい敵です。青花とは違いますね。やってきてますけど。さて、橋を越えてちょっと登ったら第3ステージももう終わりです。次がクソムズなので早く終わってください。暖房漏れてますよ。ゴムパッキンを交換しておきます。そんなわけで第4ステージにやってきました。ここでは床のトゲが猛威を振るいます。落ちたら貫かれてまず助かりません。あ、身をもって説明するな。で、第3ステージからやり直しです。アイムゴーイングダウンツーサウスパーク。ゴムハブマイセルフはタイム。そんなわけで帰ってきました。帰ってこない方がいいです。さて、今度は落ちないよう進んでいきます。燃えてはいます。ハリー以外はほぼノーダメみたいなものなので大丈夫です。水タイプみたいな人だ。そしたら適当にこのドオオトカゲを殺しまして、この辺から大量のミニドラが襲いきます。許してください、許してください。弱祈りながら弾幕を越えたらボス戦です。6面ボス、クラッピーちゃんです。のっぺりしてますね。姫モスのたりのたりかなです。さて、彼は最上部の足場まで行かないと攻撃が届きません。届いてないですよ。判定がよくわかりません。すごい炎だ。あ、こんがり肉になってしまったのでやり直します。上手に焼けました。最上部でないと攻撃が通らないのでとりあえず登ります。するとランダム火炎攻撃です。意外とかすれるので割と避けれます。前段回避なんて珍しい。あ、調子乗りましたね。落ちるとめんどくさいんですよね。お次は移動しつつブレス角みたいです。これも当たり判定よくわかりませんが、後ろからなら攻撃チャンスです。どこ行くねん。まずいですね。ヘタレウスモードに入ってしまいました。こうなってしまっては何もできません。帰ってきました。ペイントボールでも投げておきますか。近年の年間にそんなものはないんですよ。インターネット老人会の悪いところ出ちゃいましたね。さて、あとは伏せれば倒せます。というかめちゃくちゃ体力多い気がします。リア止めによれば通常ドラゴンは大人になると翼がなくなりますが、たまになくなんない個体があって、それが大きくなるとこんな感じになるらしいです。どの配列が関係してるんですかね。分子生物学だすね。そこがてめえのダイターミネーター号よ。さて、そろそろ話すこともなくなってきました。なんかひねり出してこな。分子ぶり。ひねり出すな。さて、このボスですが2回目で倒せてしまったので、どんな攻撃があるかよくわかりませんでした。それでは、サラダバー。消えゆくドラゴンを見たらゲームクリアです。燃えよドラゴンですね。さて、今度は夜になってしまいました。いやー、この辺は良い天気で非常にとってもなんとなくそこそかとなくあいうえおで全くとてもとても。何が言いたいんですか。それでは、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も元気にボーパルラビットやっていきましょう。本日は7面からですね。多分最終回です。これまでの感謝を込めてぶっ殺します。とはいえ7面はそんなに難しくはないです。今炎くらって落ちかけましたよね。生と1の間は1と無限の間くらい大きいのです。なるほど。さて、第1ステージは特に大したこともありません。落下したらリセットすべきことくらいですね。こんなとこで残機は使ってられません。うんちぶり。電気は使ってどうぞ。さて、このドオオトカゲとクソ花を倒して屍と動く足場を越えていきます。お城の中のステージに比べたらだいぶ良心的です。慣れただけかもしれませんね。最終面です。最後の足場を越えたら次のステージです。次は感動の再会が待っています。第2ステージはいつぞやのアイアンクローちゃんです。ちょっと強化されてますね。竜巻旋風足を使ってきます。ボコボコすぎでは。
向こうも体力も少ないのでダメ交換していれば倒せます。しばしお戯れを言うかいですね。これつまみに酒でも飲みます？はい、喧嘩ではあります。このボウトカゲのジャーキーならいけそうです。さらばだ。彼女はなぜか倒されると頭部を天井に乗り込ませます。変わった趣味ですね。さて、第3ステージまで来れましたが体力も少ないので一旦倒されておきます。そしたらやり直しましょう。ここは死ぬほど敵がいるので締めます。ああそうですか。でも、ここを越えたらもうラスボス戦です。じゃあいつもより1面少ないんですね。でもこの面積が2倍くらい濃縮されてます。薄めてジュースにしましょう。濃縮還元ですか？常駐でどこ行ったらいいかわかりませんね。中はリザードマンがやってくるみたいです。あの、多分ここは下が正解みたいです。なんでその役やってるんですか？膝に矢を受けてしまってな。使いリムだった。ここはさっきの日ではないほど敵がいます。どこから行ったらいいんですかね。多少うろついた結果上から行くことにしたみたいです。すごい一言ですね。どうせやり直しなので。ほらね。ではやり直しましょう。さて、せっかくなので一番下を駆け抜けましょう。死ぬほどボコボコなんですが。お前がボコボコだろうが世界中の誰も興味ないです。でも一ついいことを教えてあげましょう。死ぬほどってのは必ず死ぬって意味ではないのです。インスタのキモい投稿みたいなこと言ってる。この階段を登りきったらラスボス戦です。浮いてますよ。7面ボス、ラブーンシルバートちゃんです。あっという間に死んでる。そんなわけで戻ってきました。やっぱり死ぬほどボコボコなのは良くないですね。無理しない範囲で謙虚に頑張るってことですね。そんな意図はないと思うんですけど。まあいろいろありますが、とりあえず死亡シーンまで探します。なんかドラゴンになってませんでした？まあそういう面もあります。そんなわけで戻ってきました。まずは第一形態戦です。ナイフ投げ、バスケットボール、ジョーズの2種類の攻撃をしてきます。ジョーズってこれです。確かにジョーズだ。ジョーズは下に手をかざすのが合図です。足をついて近づいたら一発切れます。あとはこれの繰り返しですね。彼女は何者なんですか？竜人族らしいです。そもそも竜人族は知能も魔力も優秀らしいですけど、彼女はその中でも優秀で、アカデミーに飛び級で入学したこともあったんですけど、周囲のエリート候補のアカデミーの講師も自分より頭が悪いし、彼らの成長した姿である支配者層は知ってや低くを肥やすことばかりなのに疑問を感じて、アカデミーを辞めて同行するモンスターなどを集めクーデターの計画を練っていたらしいです。で、ドラゴンにも変身できるらしいです。ああそうですか。傲慢な野郎ですね。ぶっ殺してあげましょう。人並み外れて優秀な割には避けやすい攻撃ですね。高いのは自己評価とプライドだけのようです。仲間内で正義の味方ごっこをするのは楽しいんですかね。私には理解つかめます。たばれ。すると第二形態ドラゴンになります。決まった道を戻りつつ切りまくります。ですが攻撃の判定がよくわかりません。胴体は攻撃通りませんが向こうの攻撃は通ります。あ、リプレイ見てるみてえだ。ですが良心的なことに第二形態からコンティニューさせてくれます。優しいところありますね。同じように攻撃していたところ、あれ私はどこにいるんですか？ケツの下です。裏側に使いました。あ、こりゃ敵の魔力も認めなきゃならないかもしれないですね。手のひらドリルかな。そういえばこれパズドラのガチャみたいですね。出てくる場所は反対ですけど。さて、残機も残り1機ですし、そろそろ倒しましょう。何のことはありません。起動しつつジャンプ切りでダメージを重ねていきます。攻撃はバスケットボール置き、火炎放射、炎フーズミニドラなんかです。そんなに難しくはないですね。バスケットボールのバウンドが読めないくらいです。
リバウンド取れないようじゃ NBA にはいけないですよ。普通の言葉はドーピングです。それ以前の問題だった。さて、敵の体力ももう少しです。それでは、サラダバー。クリアー。ここからはちょっとしたエンディングです。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。